続いて申請から審査について PC t 出願支援からご説明します。申請時の主な提出資料ですが、電子公募システムで入力する申請書と別途様式に記入して電子公募システムにアップロードする添付ファイルがあります。添付ファイルは様式1発明概要、様式2 技術移転体制の概要、または様式4、大学等発ベンチャー企業の概要、基礎出願の出願書類一式、専攻技術文献です。様式2と様式4ですが、既存企業への技術移転を目指す場合には様式2、起業する大学等発ベンチャーへの技術移転を目指す場合には様式4をご提出ください。 また、新規制創出の例外規定を適用した場合は、特許庁へ提出された新規制創出の例外証明書の写し、放置内容の冊子、論文等をご提出ください。先行技術文献は、様式1に記載した文献をご提出ください。なお、公開済み特許文献はこちらで入手可能なため、提出を省略することができます。 様式に技術移転体制の概要につきましては、申請期間における取り組みや体制整備状況のほかに、これまで本申請の権利化方針を記載していただいておりましたが、令和6年度より、申請期間における取り組みや体制整備状況のみに改定します。様式4、大学等発ベンチャー企業の概要につきましては、法番4、 当該技術の事業化により実現される未来、あるいは克服される社会的課題を記載いただいておりましたが、令和6年度よりこちらを削除したものに改定します。様式3、持ち分と費用負担割合につきましては、共同出願人が外国出願しない場合など、 国内基礎出願と PCT 出願で、出願人の持ち分比率、または費用負担割合が異なる場合も、本様式をご提出ください。記入例はこちらをご参考になさってください。申請後の審査委員会までの流れにつきましては、まず、JST 担当調査員による発明ヒアリングで、特許性、有用性に関する調査結果、 および権利化や活用のための助言等を行います。次に、審議資料の作成では、申請期間にて審議資料を作成なさってください。JST 担当調査員が資料作成の準備代官をサポートします。その後、知的財産審査委員会による審議資料の査読が行われます。 審査委員会日の1週間前を目安に JST 担当調査員より審査員の査読コメントをお知らせします。査読コメントに対し追加資料を提出される場合は審査委員会の2営業日前の正午までにご提出ください。審査委員会当日は申請期間のご担当者様のほかに発明者の方もウェブ参加ができます。 審査委員会は p c t 出願期限の約2ヶ月前に設定されます。これより早く審議をご希望される場合は申請時に申告なさってください。開催日の5、6週間前までに電子公募システムで参加者等をご登録ください。こちらは審査委員会当日の流れです。プレゼンテーション7分。 質疑13分、その後審査員のみで審議を行います。プレゼンテーションは JST 担当調査員、または申請機関にて行い、どちらが行うかはお選びいただけます。プレゼンでは、特許制有用性について、発明の内容、特許制必要に応じて補正案、先行技術や競合技術に対する優位性について説明します。 次に実用化に向けた展開として、市場、実用化に向けた研究の進展、技術移転の計画や進捗状況等、その準備状況について説明します。続く質疑では、審査員より質問があります。JST 担当調査員がプレゼンした場合でも、質疑では申請期間よりご回答ください。 申請期間が後体された後、支援の可否を決定します。審査の観点をご説明します。審査の対象は、研究の内容そのものでなく、海外出願の内容、およびその活用計画、見通しとなります。具体的な審査の観点は、申請する特許について、どのように実用化をしたいと考えて、 活動されているかになります特許制に重大な懸念がないか特許制を確保できるか、懸念がある場合に補正の見通しが立つかどうかを判断します特許を活用する際に必要十分な権利範囲、排他性が確保できるか、必要な実施例は記載されているか不足している場合に補正の見通しが立つかどうかを判断します 実用化に向けた今後の見通しが示され、実現の可能性があるか、技術移転先企業の候補を絞り込み、コンタクトをしているか、またはその計画があるか、競合技術に対する優位性を示すデータが取得されているか、またはその計画があるか、効果、性能、安全性等について検証がなされているか、または検証する計画があるかについて判断します。 令和6年度より施行される特許出願非公開制度について、権利化支援での取り扱いを説明いたします。この非公開制度により、出願公開によって国家及び国民の安全を損なう恐れが大きい発明に対し、内閣府により保全審査を経て保全指定がされます。 保全指定された発明は、その間、外国出願が禁止されます。権利化支援では、保全審査対象となった国内基礎出願について申請することは可能です。基礎出願から3ヶ月以内に、出願人に保全審査対象である旨が通知されます。この場合、審査対象であることを、権利化支援様式1にて、 申請の際にご記入の上申告なさってください。審査の結果は基礎出願日から10ヶ月以内に出願人に通知されます。知的財産審査委員会がこれより前に開催される場合には、保全審査の結果が出るまで、権利化支援の審議結果の通知は留保します。保全指定の通知を受けた場合には、 外国出願が禁止されますので、申請期間より、権利化支援の申請の取り下げを行っていただくこととなります。